です。こんにちは、しおたんです。はい、本日は、しおたん先生に僕がピアノを教える企画です。ありがとうございます。普段僕はあまりピアノのレッスンはしてないんですけども、今度11月にね、第1回の特別レッスンイベントを開催することになりました。まあ、今回どんな感じでレッスンをしおたん先生にするのか、楽しく表現してみたいなと思いまっちょ。よろしくお願いします。私も今日気合い入れても、演奏会だと思ってきてますから。さすがですね、先生。そして貴重な機会ありがとうございます。いや、全然です、先生。まあ、今回のレッスンは、どちらかといったら、今度来てくださるレッスンとは違う、エンタメ系の楽しい感じのレッスンにしていきたいなと思います。もちろん、11月申し込んでくださった方のレッスンは、超真面目にやらせていただきますので、たくさん楽譜と練習してきてくださいね。本日は塩田先生、楽しくレッスンしていきましょう。お願いします。よし、先生、今日何の曲やりますか？エリーゼのために。エリーゼのために。ミレミレミシレトダですね。そうですね。先生、今までピアノ歴は？ピアノ歴は、長いんですよ、こう見えて。実は長いんですか？ロング。4歳から。あ、4歳から、うん、僕3歳ですよ。同期。同期。いや。おい。まあ、歌とピアノどっちもまあ、ある程度でできる。歌はめっちゃできて、ピアノもある程度できるって感じですね。ある程度できない。できない。この間先生、なんか革命とかやってませんでした？あ、やってました。なんかすいませんね、あんな見苦しいの。いや、もう見ちゃいましたよ、先生。革命、なんか先生が革命を弾いてる姿。弾けない。雰囲気だけ革命を起こしてる。いや、もう、それがもう革命です。はい、というわけでね、エリーゼをやっていきたいなと思うんですけども、先生、さすがに。お座りになってもらってもよろしいですか？失礼いたします。では、エリーゼ用意させていただきましょう。小学校4年生以来ということで。そうですね。それでは先生、弾いてみますか？いや、緊張する。手がかくなる。普通に弾いてみる。あ、普通に弾いていいですよ。噛みまくり。まぐり。あん。いきますね。先生、わざとでしょ。なんだ、行きましょう、先生。失礼しました。いいですね。もう一回行きますよ、普通に。先生、僕思った点が何個かございます。まず音が濁っちゃってる、先生。うん、美しくするためには、はい、少しペダルを薄くすると。薄くなるほど。先生が聞かせてもらってもいい？お願いします。ね、今どちらかというとこうやってね、こんな感じの音がふわーんって広がってたから、ペダルを少し薄くしちゃってください。なるほど。で、ゆっくりでもいいから音が濁れないようにね。素敵でしょ。やっぱありがとう、先生。褒められたら先生も元気になっちゃう。ということでね、普通にティレティレティティテイトと、今まではこんな感じで弾いとったけど、少しテンポ落として弾いてみて。かしこまりました。かしこまりまっちょ。かしこまりまっちょ。いただきまっちょ。さあ、弾いてみよう。ペダルって最初いらないですか？あ、いい、いらないですよ。もっとゆっくり。ミレミレミシレドラドミラシ。いいよ。パー。いいよ。いいんですけど。この音とか、そういう音は大
事。大事に聞きます。うん、拍の頭にある音って、うん、音化っていうのがあって、うん、音の価値って書いて音化って言うんですけど、結構ね、大事な音なんですよ。うんうん、だから余計に意識して弾くと上手になるかもよ。かしこみまっちゃん。ありがとうございます。それじゃあ、ちょっともう一回だけ言ってみましょう。先生、いきますか？お願いします。はい、どうぞ。シドドミナソ。上手、いいよ。いける、次。おー、リンダリンオフト。いいよ。最近聞いてないからごめんなさい。全然いいよ、全然。指使い忘れた。オッケーオッケーオッケー、まあ、こんなもんでいいんすよ先生。先生、これ久しぶりに弾いたってことだよね。そうですね。何だったら結構いけるかも。月光。あ、月光？月光いけるんですか？勢い。勢いで月光いっちゃう？え、これ？これいっちゃう？え、これ？じゃあ次のレッスン、まあこれは練習してなかったもんね。うん。月光だったらもしかしたら先生もうちょっと上手になってるかもしれないから、それやってみようか。お願いしますよ、うん、じゃあったら今日の復習ポイント、おさらいをしましょう。まずペダルですね。もともとはうん、結構楽譜通り踏んでくれてたんだけど、実は楽譜通り本当にそのまま踏むと音って濁ってしまうことがよくあるんです。だからその音が濁らないように自分の中で音を聞き分けてペダルを外すまではいかないけど、ペダルを外さないぐらいのとこまで上げてもう一回踏むみたいな作業をすると音が濁りにくくなるから、ぜひともここで。ペダルを全部最後まで上げてないです。半分ぐらいまで上げて音が濁らないなって感じたらまた踏んで、ずっとペダルは半分ぐらい踏んでる感じですね。常にずっとベタ踏みするときだけゆっくーって踏んでっていうのを結構繰り返してたら音って結構クリアになってきて、これ企業秘密っていうのということで先生ね、企業秘密も教えたということだったので、かなり上手になるかなと思うので、ぜひとも、まあ、次いつ出るかわからないけど月光をレッスンしていきたいなと思いまっちゃ。よろしくお願いしまっちょ。ボクフォルテ、ありがとうございます。お疲れ様っちょ。ありがとうございまっちょ。ピアノのレッスンって大学生時代ってありました？ありましたね。週1で20分だけ。おお、結構その時からそのちゃんとしたクラシック曲とかもやってたんですか？結構自分が弾きたいやつを持ってて、おお、っていう感じだったんで、全然途中まで弾いてテストの分だけみたいな感じだったんで。そうなんですね。まあ、芸大もそんな感じだったんですか？うん、なるほどなるほど。まあ、歌はちゃんとやってたって感じ。歌はちゃんと、まあ、ピアノも時々明日もおかじり程度とか。おかじりということでね、先生、ほんなら今日はお疲れ様でした。ありがとうございました先生。いや、少しでも楽しんでもらえたらありがたいですよ。すごいまた練習したくなりましたピアノ。思いますか？本当ですよ。ありがとうございます。いや、少しでもね、まあ、楽しんでもらえたらなと思うので、まあ今後ね、時々レッスンっていうイベントもねやっていきたいなと思っているので、その際は皆さんぜひ、僕と楽しんで、結構真面目にやると思うんだけどレッスンは、ぜひその時は楽しみましょうね。もう先生怖くないから、基本的にあんなもうこらーとかダメでしょーとかそういうのやらない先生だから、結構優しくてね、もういいじゃないみたいな感じ、ちゃんとね、あの怖いな、うん、逆に怖いちょっと怖いね、ちゃんとあの論理的に教えるから、もうすごくね、このレッスンの時はものすごく僕真面目だから怖くはないよ。なんか結構メールでね、もう緊張してますっていうメールとかも結構来てたので、もうリラックスして心を解放しちゃって楽しみに来てください。
皆さんもぜひ楽しんでピアノをねやっていってください。まあ視聴者はもちろんご存知の方もいらっしゃる通り YouTube をやってるのでぜひともチェックしてみてください。それではグバイ。見てくれてありがとね。よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。